みなさんこんにちは。こんにちは。さとぴー来たよ。いらっしゃいませ。はい。じゃあさとぴーの庭案内してください。はい、はい。なんか、へえ、ねえ、どれどれどれ、あ、かっこいい、わ、あ、いいね。え、これに合わせてこの、あのゲート作ったの？このゲートは前からあった。でもよくそれにこのサイズあったね。え、特注これ？そうです。ああ、そう。佐野さんが鉄を、鉄の仕事をしてて、うんうん、これとこれを作ってくれました。あ、これは買ったんだけど。これは買ったんだけど、ちょっとこれがこの三角のやつに合ってたんで、ぴったりあったの。え？幅が甘かったから、うん、それでこれをちょっと頼んで作ってます。え、このここも？そうです、ここも。わ、すごいね。うん、これ鋳物？そうです。鋳物で？うん。鋳物だよね。鉄？鉄かな。え、そしてこっち側の方もこれも作ったんだ。鉄だよね。わ、すごい。あ、このくるくるも？そうそうそう、これも入れてくれたんです。わ、すごいね。だと思うよ。簡単にはできないと思う。でも全然違和感ないね。これとぴったりだね。素晴らしい。へー。え、こんなにやってくれる人いるんだ。ちょっと頼んじゃいたい。え、普段何、そう、何の仕事してるの？鉄の？鉄工場？うん、でも普段は大きい仕事してるんでしょ？細かいんじゃなくて。ね。自宅もその庭結構。へえ。それはいいわ。バッチリだね。すごい。本当にこれイギリスのアンティークの。なるほど。でこれもぴったり合うね、ここに。うん。あ、ここ今まで何だったっけ？これね、木のフェンスだった。あ、木のフェンスだったの。はい、またぴったり合うね、サイズが。すごいしっかりしてね。うん。本当だ。ブクロがやってくれました。素晴らしい。ここって自分で昔やったんだっけ？そう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 。下にあのあれ入ってるの？あのここメッシュ。うん、あのネット。ネット入れて、うん、うん、何度のぐらい自分で生コン車呼んだんじゃなくて、いや、ここで練って、練って水流し込んで、へえ、ビー玉を入れて、ビー玉入れて、うん、うーん、なるほど。え、ここ全部？そう、ここまでね。セメント何体使ったの？10体ぐらい使った。使ったよね。へー、でも味あっていいね。うん、まあしょうがないね。下に砂利がね、やっぱり30センチぐらい砂利入れないとなんない。うん、そうだと思うよ。へー、今もクレマチスがすごいね。すごいね。きっとね、金が遅いもね、ちょっとね。え、これは何？これはゴールデンセレブレーション。ゴールデンセレブレーションね。ノバリー。これ、この白いのは？この白いのはシャリマ。シャリマ。なんか新しいやつ。勝井さんのところが来たの。あの、取りに行きました。え、これのクレマチスは？すごいね、しべがこの黄色と合ってるの。これユーリー、これ黄色いしべと、うん、そう、ちょっとね、ここはちょっと成功いいね、色合いが。あ、ここにあるのあれなんだっけ。あ、そう、エール福島、ね、エール福島だね。うちも先出した今。エール三姉妹のうちの一人。うん、わー、いいな。
これがなんだっけ、あ、結構あるね。ん？パゴダ。パゴダ。あ、パゴダ。あ、あー、すごいじゃん。書いたの。一昨年書いて、去年は忘れてて。あ、マリア、なんだっけ、コルネリア。白いやつだよね。ね、今日、今年なんか出てこないの、ね。もしかしたらダメになってたかもしれない。私も大好きで植えてる。ね、うん、可愛いですよね。そうそうそう。これがミクラ。これだといいね、はっきり名前すぐ分かって、パゴダ。やっぱこういうのがね、あのあれだね、ちょっとところどころ置いてあるのが、かわいいじゃないですか。私はあのブルーの持ってるけど、この、うん、そして新しいです。あ、噴水がね、噴水がね、噴水がいいんだよ。お水がこぼれて、うん、お水が上がらなくなっちゃうから、時々立たないと、うんうん、そうなんだ。パパが手伝ってくれていいっすねパパが素敵。いやいや、いやいや、命令か、こっち行っていい、はい、だんだんとジャングルになってきた。すごいね、鶴間先も上がって、これは今年ね、面白かったもん。ちょっと縛れなかったですね。あ、そう。あ、いつも下ろしてるの。いつもね、下ろしてたんだけど、うん、うん、この白い素敵なのは何？これはですね、うん、雪、アルバメディランド。あ、アルバメディランド、ずいぶん伸ばしていいね。うん、もっとすごかったんですけど、折れちゃったんです、折れちゃった。これ折れてるんじゃない？治療にかかってるかもしれないね。眼種？ここね、なんかこれ節のところに眼種ができやすいですよね。あ、そうなんだ。あ、本当だ。多分枯れちゃうと思うけど。これ、手前白かった。白だった。そうだった。あ、ここも何気にほら、ちょっとね。なんか鏡かと思ったら違ったんだ。まるで鏡みたい。ちょっと鏡好き。好きなのね。え、これ何？ガマズミ？ガマズミ。わ、ここのこのシダすごい。え？あ、カンボクか。この木ね、いろんなところにこのシダ見つける、持ってる人いるけど、お大きいわ、すごく。すごい、なんか今年の巨大化しちゃって。うん、これなんていうシダなの？大きいわ。なんか美味しそうな。誰だかバッテンシダって言ってたけどね。うん、そう、なんかね、お部屋がちょっと、もうあんまりバラがないから切れないの、もったいなくて。景色がいいね。ね。周りの水田が景色だよね、本当にごちそうだよね。やっぱり切り取りの効果あるよね、こういうふうに。うん、私もこう、オフサイダーの両方。あ、前はどうだったっけ？前はね、この感じで。オフサイダーだ。飾るものいっぱいあるから。あ、ここ鏡か。そう、鏡の。あ、ダメだ、私が映っちゃう。私、家畜はできないから多肉を送る友達が作ってくれた。そうなんだ、ここにも何気にいろいろ置いてある、これ何これ、
このクレマチスのなんかつぼみがめっちゃ可愛いね、うん、ああなんだこれ、レモンベルみたいな、なんだろうね、ボゴダンわあすごいな、ボゴダンド、ちょっと待って、ポゴナンドラめっちゃ可愛い、可愛いですね、どこ行ったかな、これだ、可愛い、サンフラ見て一目惚れして連れてきちゃいました、どこ、あ、これとね、これなんて映るバラ、いつ植えたの、去年、去年か、あ、これ何これ、あ、それね、あ、それ何これ、カルミア、あ、カルミア、ちょっとカルミアのね、変わった花の、すごいシックだね、うん、へえ。赤とかね、ピンクとか、うん、そうそう、そうだよね、珍しいね、あら、素敵、ここのバッグの壁にぴったりじゃない色がさ、ねえ、もう割りだけどね、うーん、これ、株どこにあるの、これ、あ、これか、この葉っぱがそうか、うん、そうです、あ、いずれちょっとこれあれじゃない、あのカルミアとバラがちょっとかぶりすぎてるんじゃない、うん、そう、どっちかがやられちゃいそうな気がする、うん、で、ここにここにボタンでしょ、すごいな、だからあれじゃない、このどっちかをカルミアをこの辺に持ってきたら、うん、こう草花だからどうにでもなりそうな気がするからね、これも去年一株だったのこぼれ種で、うんうんうん、うん、なんかひどいことになってる、なるほど、あれ、これはなんだ、真由美か、真由美、なんか鏡に見えるすごいね、マルチブルーだっけ、マルチブルー、ほんとすごいね、めっちゃすごいわこれ、もうちょっと綺麗、すごい、もうね、なんかツル伸びちゃった、うん、伸びるんだ、うわ、縛るのが大変な、すごいね、またでかっ、ね、バラの肥料吸ってるんだと思うんですけど、あ、これジャスミーナ、うん、ジャスミーナ、うーん、覚えてる、これジャスミーナ、すごい、うちで人気の花なんです、これは？え？あった。コンテスト部長かな、うん、あ、いいね、名前書いてあって。うん、長いからちょっと覚えられない。一回ダメになって、うんうんうん、もう一回植えたの、うんうんうん、これからいい、少ない時に縛られちゃった、うん、ああ、うん、田んぼの景色がいいね、え、これ何、これカユ、カユ、うん、これ、これそう、カユ、つぼみがね、かわいいのかわいいね、うん、あ、こっちも咲いてるじゃん、ほら、あ、結構伸びてるね、いいんです、これも、うん、お、これも全部そうだ、
楽しみだね、ここ、うん、これからだね、うん、ねえ、これ畑誰がやってるの？うちの娘。あ、娘、あ、そっか。ここはもう本当にひどい、去年までひどい草だったから。よかったね、植えて。ここ水出るの、ちゃんと？あのホース引っ張って、ホース引っ張って、うん、ここがじゃあ広げたところだ。楽しみだね。今年植えた？ここもつるバラ植えるの？一応ローズガーデンにしようかなって。なんか、うん、つるバラを、あれだよね、日当たりいいからすごいで、うん、がバッチリっぽいね。バラは喜ぶ、うん、喜ぶね。あら、人参もちゃんと。えらいね、娘さん。草畑だから草取るのが大変で。でも土いいね。なるほどね。でもあっちにもこっちにもちゃんとこう水場用意してる。この水はどうしてるの？これは汲んで？いや、太陽光でお水さえ入れておけば循環するようになってる。これね、結構高いやつなんだけど、安売りしてて9800円だった。太陽光でどこどう、あ、これ？はい。循環してるのこれ？そう、一応循環してる。もうちょっとね、勢いいいといいんですけど、ね。なるほど。この前メモリーさんに行ったら、なんかメモリーさんでも素敵な入荷したばっかりの噴水のあれがあった。重くて本物だから、取りに来れる人限定って言ってた。これはね、クロリスです。ごい元気な。クロリス、引き裂きの。これ良さそうだね、うん、これは丈夫そうだな。結構あれですよね、YouTube 見てたら、クロリス見てる方多いですよね、そっか。すごい可愛い花。多分うちのパパがね、しょうもないからこんなの違うとこ持ってくって。なんで？あそこにあったんだけど、うんうん、もうこんなすぐ終わるバラ。あー、パパの言うことはそれなんだ。私この時期忙しいじゃないですか、もう見る暇なくて、帰ってきたらもう終わってるからね。しょうもないからもうあっちの方に植えちゃえなんて言ったんだけど、すごい可愛いバラで、ここに連れてきて、何度も何度も植え替えしたんですけどね、すごい丈夫なんだね、これね、中がちょっとね、丈夫そうだな。ひどかったよね。ひどいわ、ひどかったわ。これ。もっと見てね。はい。リシマキ。このピンクはなんですよ。あ、レイニーブルすごいあれじゃん。すごいね。遅いですもんね、枝ね。結構皆さん植えてましたね、去年見たら。あ、しないようなこと言われたね。だから結構鉢でやってる人が多かった。やっとこれまで伸びてたんですね。横浜とかですごい大きくなってたけども、なかなか。これフルディーンだな。あ、そうです、そうです。フルディーン。好きだよ。そう。これは何？これ。ピエールデロンサール。あ、違うな。クレマチスニコライルフ。知らないな私。このブルーもいいね。ブルーなんだ。このブルーのあれだね、つぼみが白っぽくていいな。裏がね、白いんですよね。あ、だからか。そうなの、開いたら紫。看板
あったんだけど、かわいい、すごく。なるほどね。あ、この工作物全部パパが作ってくれるの？そうです。うーん、私がデザインして、うん、作ってもらって色を塗るのも私。うーん、デザインを考えるの楽しい、ね、考えるの楽しい。ああ、サトビーのことだからちゃんとした図面にするんでしょ。何センチ何センチ絵だけ、パパで。私はなんかアバウトに作ってもらいたいんだけど、うん、パパはきっちりね、家具職人だからきちんと作らないと気が済まないみたいで、ね、うんうん、そこでちょっと意見が変わります。シダも結構入ってるよね、あれやこれや、うん、そうですね、うん、この前時にリーフで楽しみ、ね、この後、うん、またバラが2回目が咲いて、でクレマチスもまだ咲くね。これから咲くやつもあるから。うんうん。ちょっと楽しみね。あ、そのエレムルスね、白だった？これ。そうですね、白ですね。すっごい立派だね。すごい大きくなって、うんうんうん、あれって切った方がいいんですか、ね？早く切った方が、これ種だから。うん。うん、初めて見たこんなの。本当？いつも早くに切っちゃうんだけど。私種まいて育てたんだよ、足りなくて。本当、うん、かわいい、こんな種ができるなんて。すごいな。花子が、花子同じぐらいの顔しているです、ね、これ何？ストロベリーアイスみたいな。あ、そうですね、ストロベリーアイス。え、これ何これ、うん、あったあった、橋なんていうの、あ、カエルちゃんいた、ファシネーション、ファシネーション、変わったクリームなんだよね。すごい分厚いんですよ、花火が。なんだっけこれ、マルチブルー。あ、ここが風通るんだね、すごい涼しい、うん、なんかちょっと調子が、あれ、これどういう感じ、これここだけピンク、うん、突然変異だね、うん、真っ白いバラ、あ、これはこのアスピリンローズだっけ、なんだっけ、違うか、これアルバメディーランドではないの、何これ、違いますね、あの音持ってください。おお、ここ涼しい、ここ風が通る。あ、違うもんだね、部屋、あの庭の中でも、うん、そうですね、あ、ここすごい涼しいよ、お邪魔します。よいしょ、あ、ミシンが置いてある、あ、ここがね、お部屋ね、あらららら、ここ冬どうしてるの、冬もこのまんま、冬もこのまんまです。いっぱい部屋あるね、こうやって見たら。あ、すごい、またこれ作ったの、そう、普通 の、 あの花立てるフェンスが、うん、うんうん、それを中に入れて、あ、すごいすごい、え、パパが作った、はい、うん、やっぱね、うん、パパ何でも作ってくれていいな、うん、言ったら作ってくれる感じ、こんな感じって、いや、すぐは作らないで、涼しい、いいんじゃない、ここ風が通りますね、そうですね、うん、涼しいよね、あれ、ここで草取りの一服休憩、一服休憩、やっぱりこういうところ落ち着くね、屋根もこれで雪大丈夫なんだ、そう、波打ちてきたんですけど、うんうんうん、本当は暗いから透明のやつにしてたんだけど、うん、バリバリ割れちゃって、それで、ああ、プラスチックだからね、うん、やっぱり鉄の方がね、うん、
ぱいあるな。花屋さんみたいだよ、雑貨屋さんできるね。雑貨屋さんできるんじゃない、こういうのが大好きなんです。